い、皆さんこんにちは。ガジェット通信ライターのみよみよこと吉田みよです。よろしくお願いします。ご紹介するアイスはこちら、ででん、ミルクレア。ガリガリ君と同じ会社が出してるアイスになります。高級感、パッケージから溢れ出る高級感と、ビターミルクキャラメルっていうなんか味のチョイスもなんか大人の層を狙ってるのかなって感じですね。まあ早速いただきたいと思います。ちょっとあの特徴としてはあれですね、袋が硬くて開けづらいっていうあ、やばい、すごい、もう開けた瞬間焦がしキャラメルの匂いがもうすごいです。おお、じゃあ早速いただきたいと思います。いただきます。うーん、うん、This is キャラメルって感じの味がします。すごい焦がしキャラメルの濃厚な味、すごく濃い味がするんですけど、なんかアイスが2層構造になってて、何なんだろうこれ、中身どうなんだろうな。すごいもちもちしてる。アイスキャンディーの中にミルククリームっていうのを入れてるらしいんですけど、このなんかミルククリームがもうもちもちしすぎて、お餅みたい。でもなんか口に入れるとすごくとろける感じがして、めちゃめちゃ美味しいです。コクがありますね、かなり。ガリガリ君の味が結構サラッとした感じじゃないですか。だからなんかこれも一応手としてはアイスキャンディーということなので、もっとなんかサラッと食べれる感じなのかなって思ってたけど、すごくずっしりしてて、でも夏でも食べれるようなこのアイスキャンディーの軽さっていうのも半分ぐらい交わってるから、すごく食べやすいです。しかもなんか美味しい、甘いし、味がめちゃめちゃ美味しいですね。匂いもすごくいい匂いだし、キャラメルの味がしっかりしててすごく美味しいです。あとなんかこのパッケージを見るに、ちょっとなんだろうな、パルムっぽい感じなのかなって思ってたんですけど、全然パルムとは違って、もうこの周りのアイスキャンディーがすごくしっかりしてるので、ちょっと今まで味わったことないような味わいが楽しめるかもしれないです。ということで、まあ、こちら全て完食してから今日も終わりたいと思います。では次回もお楽しみに。バイバーイ。